ましておめでとうございます。ナイツの土屋です。金河新年、ナイツの花輪です。ラジオの前の皆さん、迎春。あ、ラジコで聞いてくれる方にも挨拶しないとですね。合唱、その辺の挨拶口で言う人はあんまいないんだけどね、年賀状とかに書く言葉でしょ。あのお正月といえばね、おみくじですけど、皆さんもう買いましたか。ああ、僕はまだ書いてないですね。ハンさん買ったんですか。あの昨日仕事前に近所の神社に行って買ったんですけどね、うん、やっぱり1月3日とかになっちゃうとね、あの人気の大吉とか吉は売り切れちゃってましたね。あのギリギリ売れ残っていた小吉しか買いませんでしたね、うん、皆さんもお早めにしてください。僕の知ってるシステムと違うんだけどな。早く行かないとね。それ早いもん勝ちみたいなやつだっけ、うん、あったところの神社バラで売ってんのね。いや今日なんか絶対売らねえだろ誰も。まあ年末年始もいろいろなことありましたけどね。何が一番印象残ってます？やっぱり紅白ですかね。ああまあいいじゃないですか、ということでね、ちょっと紅白の対戦をね振り返ってみようかなと思うんですけどね。なるほどね、まあ、今回も好勝負が続きましたからね。まずは赤組浜崎あゆみさんですね、極秘出産したことがねちょっと話題になりましたけどもね。あ、いやそれはそうですよ、今回浜崎あゆみさん紅白出てましたっけ、対する白組カルロスゴーンですね。絶対出てないだろうな、はい、何歌うんだよカルロスゴーンが。あ、勘違いしてませんか？あの別に NHK 紅白歌合戦の話してるわけじゃないんですけど。いや、そうなの？はい。あ、じゃあ何、これ何やってんすか？これあの僕が毎年趣味で勝手にやってるやつなんですけど、うん、年末年始にニュースになった有名人を紅白にチーム分けして、どっちが世間を騒がしたかを競うやつなんですよ。一人で何やってんだよね。はい。趣味悪いな。一応続き聞きますけど、続いての対戦ですね、はいはい、赤組は女優の水野美紀さんですね。水野美紀さん、なんかお子さんが通う学校に乗り込んで担任の教師をね、あの恫喝して暴行したということで、ちょっとニュースになっちゃったんですよね、対する白組、いや、ガキの使いの笑ってはいけないのコーナーの逆でしょ、それは。対する白組は、ちゃんと説明しないと誤解するから、本当に事件起こしちゃったのかなっていう流れになってるから、まあ、すごい演技力だったけどね、あれは。白組はですね、うん、日ハムの斎藤佑樹投手ですね、大晦日に結婚を発表しましたけど、全国の斎藤佑樹ファンの女性がね、ハンカチ落としたんじゃないですか。ショック受けたってことでしょうかね。せめてハンカチロスとかってね、言ってほしいんですけど。続いての対戦いきます。赤組、ユッキーナですね、昨年大晦日に藤本さんと離婚をしたことを発表されました。びっくりしましたね、確かに、対する、白組はですね、藤原の藤本さんですね、昨年大晦日にユッキーナと離婚したことを発表しました。同じニュースじゃねえかな、はい、2回言ってやんなお前、悲しいニュースなんだから。このニュースを聞いて男たちは今頃ユッキーナロスになってると思いますけどね。いや逆だろうな、ユッキーナロスなのは藤本さんだけだから、これ離婚の場合はね。それではそろそろ結果発表いきたいと思いますよ。結果発表、勝ったのは赤組か白組か。いや本当にどっちでもいいな、紅白歌合戦じゃないからね、優勝は、白組です。上沼恵美子さんから白組に優勝旗が渡されます。そこだけ本物の紅白と一緒なのか、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。2020年1月4日土曜日朝9時になりました。おはようございます。ナイツの土屋信之です。ナイツの花輪信之です。 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905AM954 の TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後1時までの4時間生放送、はい、TBS ラジオクリーンサタデー、この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される静岡県御前崎市の冷麺ソーラー静岡御前崎発電所で作られた電気でお届けしています。はい、皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もね、頑張っていきたいと、ね、最初の放送ということで、はい、思いますけども、まあまあ毎週こうやってるね、あの流れの中で年をまたいだので、そうですね、あんまなんか皆さんと、はい、明けましておめでとう感がないですね。そうそうそう、なんかね、うん、1週間ぐらい休みがあると、うん、なんかあった時に明けまして、確かにみたいな。ナイツのお二人はずっと働いてらっしゃいましたもんね。ずっと働いてましたけどね、やっぱりテレビもずっと見てましたよ。お、そうですか。昨日の箱根駅伝、はい、母校の我々の母校創価大学、ね、なんですよ。あれ11位から最後、10区のあの、なんだっけ、はい、島津くんですよ。あ、彼はすごいね。感動しました。すごいです本当に。もうよく頑張ったな。いや、10人みんな、もう本当チームみんなで頑張って、まあ、痛い同心ですよ。史上初なんですもんね、史上初シード権は初めてですし、ね、いや2日間とも本当に見ててね、盛り上がりました。監督が、ね、監督というか、うん、あのちょっとあれ練習のね、方法をなんか何キロ走るの倍なのかな、2個増やしてね、練習してて、もうその効果も出たって言ってましたしね。もうどんどんこれから強くなるんじゃないですか。そうですよ、びっくりしました。もう1区でいきなり区間賞とトップで、ちょっとニュース見た時に信じられなかったんですもんね。
ちょっと鳥肌立ってね。立ちましたよね。だからもうここぞとばかりに OB って言っていこうかなと思って。言ってこう。めちゃくちゃ言ってこう。創価大 OB。羨ましいですよ。だから今青学出身者の方とかここ数年間私非常に羨ましいです。そうでしょ。はい。だからうちのマネージャーが東海大学なんですよ。だから去年までめちゃくちゃ偉そうにしたけど。偉そうにしてないよ。今年から逆転。ボイちゃんが偉そうにして見たことないよ俺。チーフマネージャーは国士舘大学です。ああ、そうだね。だから結構あの盛り上がるんですよ、楽屋とかでも。自分の母校を応援するからみんなね。で、東洋大学の師匠が楽屋ですごいしょんぼりしましたから。俺東洋大学なんだよつって6年7年前とかすごかったもんね。すごかったから東洋大学とかね、うん、強かったですね。いやまたこれ創価大どんどん強くなっていくかもしれない、うん、嬉しいよね。楽しみで島津君は、うん、あのシューズナイキじゃなかったんだよね。あそうなんだよ。ピンクじゃなかったですか。これで区間新と区間新とだって塾が一番長い間記録塗り替えられなかった、はい、あそこだって直線だからねほぼ。あそうね、だから抜きづらいんだよね。だから歴代記録1位ってことでしょ。そうだよ。すごくない？13年間、うん、あの塗り替えられなかった区間新を塗り替えたんですよ最後島津。取り当たったわ本当に、ね、これシード獲得するとまたちょっとこう余裕が出て練習方法とかもいろいろチャレンジできたりとか、ねね、いろんな可能性が出てきそうですね。そうですね、見ちゃいますね。これは嬉しかったな。勇気をねもらいました。うん、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、いろいろテレビにねあの、うん、紅白のやっぱりたけしさん、はい、浅草キッド、ね、あれもやっぱちょっと感動しましたね。内村さんも声震えてました ね、俺なんかやっぱちょっとでもなんか出れるかなと思った自分が恥ずかしいですね。ちょっとでも出れると思った。浅草芸人だから浅草キッド歌ってる時に後ろでこうやって踊ったりするのかな。いらない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 。それ演芸グランドスラムのオープニングだからみんなでこう肩をこうやってやってどっちとか03とやったけど一応31日空いてんだけどな。東洋館の屋上であれやったけどギリギリまで待ってたんですけどね。ないのいらないから紅白の全然連絡来なかったから事務所に。いらなかった。そういうんじゃないんだわ。そうかっこよかったね。かっこいいよね。名曲歌いましたけども。そうですよ本当ね。正月も我々も生放送がね、はい、続きましてね。あった、まあ、1,2,3 とみんな生放送あったんだけど、昨日が捜査一課長が、これ2時間スペシャルで、あそうね、夜ね、やりましたけどもね。ヤホー検索です。どうもありがとうございました。活躍してました、ね、ヤホー検索結構話題になってたみたいですよ。サイバー対策室の、ヤホー検索でした。ふざけてるからね、あのドラマ自体が。そうだね、うん、あと何、うん、今回のゲスト出演が、はい、玉賀智代さん、沢誉さんが玉賀智代、玉賀智代さん、はい、加藤一二三さんが元刑事総監ふざけてるずっと猫抱いてる刑事総監、ね、元刑事総監、ちょっとご隠居一二三ワンカット入るだけでもすごいインパクトでしたね。世界が変わるよね。何度あの CM またぎで皮膚に引っ張ったか。ざわっとなんかネットやっぱり見ましたよ私の今回の評価も。あなんか腹を立たせるための沢と皮膚になってる。わけわかんない。そんな投入の仕方しないよ。あとスティック祭りだって書いてるし。棒読み棒読みルーさんみたいになってる。棒読みが多すぎる。スティック祭りってなんだよ。スティックフェスティバルだって書いてるし。どこでやってんだスティックフェスティバル。しかもちょっと今回花輪さんがもしかしたらねちょっと部署移動になるかもなんていう引っ張りもありましたもんね。ありましたね。あの本田博太郎さんと同じ辞表書いてみんな辞めるんじゃないかっていうね。最後裏切りましたけどね。ちょっと感動的なね、エンディングでしたけども昨日の捜査一課長はまあ良かったですけど、はいはいはい、あのその一昨日のね、2日の生放送ですよ、はい、あれ捜査一課長テレ東の再放送されてたんでしょ。お笑い名人寄せ の、テレ朝で、うん、裏で裏かぶりがあったんだよこれ実は、ね、あれね同時間帯にテレビに出ていたと。そうなんです。違う局で、はい、まあ両方とも気づかなかった。両方とも全然メインじゃないからですねあのいいんですけど誰も気づかなかっただろうけどね実は僕2日の日裏かぶりしてたあららテレビ東京とテレビ朝日両方出てた同じ時間ね、うん、そうそう。でもそれで、はい、まあ浅草演芸ホールでネタがあって、はい、でその後テレビ東京のやつね、それそうそうそう、はい、栄湯っていう、はい、あの浅草から近いところちょっと天然温泉のね銭湯みたいなところがあって、そこで、新年会やるからみたいな感じで中継があったんですよ、はい、3回中継が入る。中継があったのあれ一発目の中継で、うん、花さんなんかラグビーの流れ選手を加工したりとかし て、コント松村邦弘さんが貴乃花やったりしてね、うん、そう、うん、で2回目の中継で、うん、またダチョウさんとこう絡んで、はい、ダチョウ温泉にこう突き落とされるみたいなやつの中継があって、はい、で3回目にこうみんなでおとそを囲んでやっと新年会できたみたいな、はい、
そういう中継で最後エンディングになったんですけども、そのエンディングの時に花さんがいないんですよ。で、なんかこう、みんなでこう、温泉入って、で、中村静香ちゃんからお屠蘇もらって、こうみんなで飲んで、あい、乾杯、新年会みたいに言ってたら、カンペが出て、花は、って、カンペが出て、松村さんになんか振るんですよ。はい、あ、西田敏行さんも来てますね、とかって、花さんのセリフがカンペ出てんだけど、花さんがいないんですよ。あれ、なんだろうなと思って、とりあえず俺が言って、うん、全部次のカンペも花は、次のカンペも花はなんだけど、全然花さん出てこないから、なんか途中から出てくるシステムになったのかなとか思いながら、よくわかんないから俺ずっと言ってたら、もうなんかそのまま花さん出てこなくて、あら、番組終了まで、番組終了まで、でなんかもう全部カンペ読み終わった後に地獄のディレクターから伸ばしてくださいっていうサイン書いてえと思って。全然そのなんかもう、何、シャチホコとかにも振って、もうそれも終わった後で、何にもモノマネのない、脳みそに振ったりとか、三四郎の間に、なんか、ジョー・ミチル振ったとか、振ったりとか、なんとか繋いでエンディングになったんですけど、最後まで花さん出てこない。あれ、何だったのと思って。あ、あれですか、あの時はちょうど、どうですかね、文京区あたりを車で走ってました。帰っちゃってたんですよ、はい、まさかの最後の中継、3回目の中継の前に勝手に着替えて帰っちゃってた。それと裏かぶりとかじゃなかったんですか。裏かぶりですよ。裏かぶり、裏かぶり気にしてたから、やっぱりその前からがっつり出てるっつうんで。どうして、違う、あれはもう完全に、もう僕のミスでもあるんですけど、寺門ジモンさんが、ダチョウのね、ダチョウクラブのが、もう終わりだよっつって、最後にもう一回こう中継来るって言ったけど、うん、え、あれないんだよなって言うんですよ、スタッフに、スタッフ、はい、ないんです、ないみたいです、急カットって言うから、あれなくなったんだって、じゃあ帰っていいんじゃないって言って、それで、ジモンさん帰っちゃったから、俺も帰ろうと思って。で、一応帰ったんですよ。で、俺確認したんだよ。あれ最後なくなったんですよね。そしたら、で、スタッフも、はいって言うから、で、もう一回最後外出た時に、もう一人スタッフがいたのよ。で、お疲れ様です。大丈夫ですよ、姉さん。はい、大丈夫です。って言うから書いたんですよ。3人から言われたんで大丈夫です。全体的にみんなね、分かってないんだよ。分かってないんだよ。で、家帰ってさ、家着いて、まあ、50分くらいかかるじゃん、家まで、練馬の方。家帰ったらさ、なんか最後なんであれ出てなかったのって、家族に言われて、何最後って。何最後って。いや、最後なんか一人で頑張ってたよ、みんなみたいな。何なんだろうな、って。わけわかんないんだから。それでどうやって確認したんですか、出番があったっていうの。録画か何かな。しかも誰でも来ないから、メールもマネージャーも、マネージャーも俺に花さんみたいに言わないから俺が家帰って、あれ最後ごめんねエンディングしたら、あ、別に大丈夫ですよ、訳わかんない、訳わかんない。あね、正月番組ってスタッフがもうね疲れてるから、そうですね、忙しい、爆笑ヒットパレードもさ、もう訳わかってなかったじゃん、スタッフ。この後 CM が来て、その後にナイスさん漫才ですって言われてるのに、いきなり、あ、CM なくなりました、はい、どうぞみたいな。もうめちゃくちゃだよね。めちゃくちゃ。もうほんと。めちゃくちゃだね。なんて携帯が鳴ってんだよ。ガラケー鳴らすんじゃないよ、ほんとに。2020年にガラケー鳴らしてんじゃないよ、ほんとに。途中に。こういうハプニングも。こういうハプニングも起きます。令和2年に。すいません。いやでも本当、なかなか大御所でも番組の途中帰っちゃうんじゃないですよね。なんて聞いたことないよ、そんなの。あれはやっぱり本当に申し訳なかったな。ダメですよ、本当。だから唯一の俺の中で、なんかあれは裏かぶりっていうのダメだよ。ダメだよ。ちょうどいいシーンだったのかな。気使ったってことね。気使ってたんだね。それはもうテレ朝さんに対してすいませんでしたね。ね、テレ朝さん。テレ東さんに。すいません。やっぱりしっかりね、読まなきゃダメだね。しっかりやっぱり読み込んだわけで、ね、台本をね、全然もう、もうやってなかったから、ね、その前にね、ナイツ、交番表が書いてあって、新宿カウボーイ、母心、ナイツ、で、なんとかって交番があったわけですよ、で、その、俺、ちゃんと見てなくて、その時のナイツのっていうのは、その後に出てくるロケット団おぼん・こぼんを紹介するっていう。役だったんでしょ、母心とおぼんこぼん、おぼんこぼん紹介するっていうので書いてあったんだけど、
俺漫才やろうとしちゃった。分かってなかったよね。分かってなかった。漫才やろうとしちゃった。そうそうそう。違い、違いますよ。危うく漫才やろうとしたから。で俺が、いや、こっからナイツのおすすめコーナーですとかっつって。それもよく分かんないんだけど。そこもあれだったし、ダメでしたね。やっぱりしっかりね。あの、ダチョウさんが、あの、一番怒ってたのは、あの、花輪さんが土地で帰ったことじゃなくて、はい、その2回目の、はい、その、温泉突き落とされるときに、うん、なんか花輪さんが浴衣を脱いで、はいはいはい、なんか脱いだら水着を着てて、はい、お前だけやる気満々じゃないか、みたいな、はい、コントの下りがあるんだけど、はいはい、その浴衣の紐が肩結びだったことがお前脱ぐの遅えよって。あれ、ジモンさんが。あれは一番ダメだよって言ってすごい怒ってた。怒られたね。あの後、うん、俺も突き落とされるんだけど、そのシーンはもう、あの、カットになってたからね。俺が突き落とされるシーン全く映ってなかったから。悲しい。のおかげで。本当に、ね。いやー、散々でしたね。お願いしますよ、本当に。すいません、本当に。まあね、もう忙しかったのも、もう分かりますからね。いや、まあそうですね。まだ4日だもんね。そうですよ。いやー、働いたなぁ。じゃあ、ほやほやですけど。本当ですよ。はい。おはようございます。ナイツの土屋です。ナイツの花輪です。世界中が驚いたニュースといえばね、イギリス王室のヘンリー王子が上級王族から退くことを発表しました。うん、これはものすごい出来事ですよね、はい。それなのに日本ではその重大さがなんか全く伝わってないような気がするんですよね。ああ、そうなんですかね。だからちょっと今日わかりやすいように、はい、これ日本で例えましょうか。あ、なるほどね、うん。それはありがたいですね。だから皆さん想像してみてください。はい。アツシが突然ね、家を出てっちゃうわけじゃないですか。はい。で、誰ですか？アツシが。え？アツシ。あ、だから次男のアツシが、突然林下家を出て行っちゃうわけじゃないですか。ビッグダディの話かな。いや、あんま驚かないよ、そしたら。しょっちゅうしょっちゅうそんなことありそうだし。そのぐらいすごいこと。何に例えてんだよな。そうなったらめちゃくちゃショック受けますよ、僕は。いやいや、花さんビッグダディ家の大ファンだからでしょうね。はい、もっと伝わんないから、それは。ヘンリー王子引退どころのショックじゃないでしょ。知らないよ、だから。え？ビッグダディ家でそんなこと。わかってます、皆さん。想像してみてくださいよ。だから父親のチャールズ皇太子が土下座して、いいはい、ごめんなさい、すいませんでした。これでいい？はい、ごめんなさい、すいませんでした。ビッグダディとミナコの喧嘩のとこだろうな。ミナコに謝ってたシーンね。いや、それぐらいすごいことですか。それ想像して何の意味があるんだよ、これ。もう一つ大きなニュースね。あの、カルロス・ゴーンが逃亡先のレバノンで会見開いたじゃないですか。まあそうね。日本のテレビ局で唯一、テレビ東京だけが会場に入れたんですよね。これね、8日水曜日の夜に記者会見の模様緊急報道特番でね、放送してましたよ。僕、水曜の夜はいつも通りテレビ東京の、あの、家ついて行っていいですかって見てたんですよ。それが終わった後すぐ番組が切り替わったんですよ。ちょうどテレビ東京見てたんだ。うん、緊急報道、レバノンの家ついて行っていいですかが始まりました。そんなバラエティのノリじゃねえだろうな。あのスタッフはゴーンさんについていったわけじゃないから別に。飛行機代払いますんでって同行させてもらった。高すぎるだろうな。タクシー代みたいに言うな。うん、絶対違うわ。ゴーン被告の記者会見がね、約2時間半にも及んだそうなんですよね。うん、まあ、身振り手振りを加えてね、うん、こう、まあ、独演会なんて言われてましたけどね。すごかったですね。うん、あの、冒頭の日本のね、検察ディスり漫談、うん。漫談じゃねえよ、別に。そこしか見てないんですけど。まあ、検察ディスり漫談って。まあ、その後の内容大体想像つきますけどね。まあ、普段やらない、まあ、長尺のコントがあって、途中の企画コーナーとかあるんでしょ？やるか、そんなもんな。うん。衣装チェンジの時映像でコント流した。いや、お笑いの独演会じゃねえんだよな。やってなかった？ゴーンさんお笑いライブやったわけじゃないから。金田明夫さんになったりとか、途中で金田明夫さんの顔。似てるってだけだろうな。やってた？似てるけど眉毛がすごい。それにしても今週世界規模の話ばっかりですよね。これはもうね、我々も世界に向けて漫才やった方がいいんじゃないかな。英語で漫才やりますか？世界に向けて英語で漫才やんの？はい、じゃあ今から英語でね、シャリカと、うん、リコン。それは日本語でやった方がいいよ。離婚。離婚って日本語じゃねえか。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。2020年1月11日土曜日朝9時になりました。おはようございます。ナイツの土屋信之です。おはようございます。ナイツの花信之です。皆さんおはようございます。 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905 AM954 の TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後1時までの4時間生放送、 TBS ラジオクリーンサタデー。この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される神奈川県三浦にある世田谷区が発電主の世田三浦太陽光発電所で作られた電気でお届けしていきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の加藤サリのね、はい、最後離婚って、これあ の、ね、ネタが入ってましたね。まあ、ネタになったから、うん、あれこれ結婚のミスプリかなってマジで思ったの。花田知らなかった。知らなかったの、うん、それでスタッフにこれ加藤サリ離婚
で間違ってませんっつったら、あの最速で離婚しました。びっくりしましたね。ああそうですか、はい、俺もそれだから今朝ネットニュースで知ったから。ぶれないね。それをまたぶれないよサリちゃんは。そうだね、うん、もうなんかこう、うん、鏡だね。バズラーのバズラーの鏡でしょ。もうバズり方を知ってるよね。でもそれに利用されたのかもしれないよ。だからご主人はバズ可能ですか。可能はもう、可能はもう一番最初にね、可能がまあ最初にまあ利用されたんだけども、まあまあすごいね。加藤サリーの一番最初に出たのは僕らがやってたね、週末にしたい10のことっていう日本テレビで、今からもう10年ぐらい前にサンドイッチマンナイツアンジャッシュでやってたレギュラー番組に加藤サリが一番最初に来て、であれやっぱりプロデューサーが日本テレビのちょっと倉田さんっていうちょっとあの変わってる人なんです。昔ながらのこうピーって感じだよね。もうお父さんがすごいドラマのすごい人で、そのボンボンなわけですよ倉田さんって。でも本当にあの分かりやすいセーターをこうやって肩からやってるようなプロデューサーの人がキャスティングしてくる人が加藤サリとか、あとはあのもういっぱいいたのよ。すごいんだよあれ。だからあのなんだっけ、もうあのなんだっけ、名前で全然出てこない、博士舞ちゃんとか、あとは博士舞、そうだよ、あの三輪さん、三輪ちゃんとか、あとサッカー選手と結婚したね。めちゃくちゃみんなあれすごい、サッカー選手と結婚したら大阪の奥さんとかいっぱいいるんで、その中の一人で加藤サリがいましたよ。でもう加藤サリその時からやっぱり面白かったですからね。多分倉田さんのお眼鏡にね、そうそうそう、かなってましたね。その時はまだあのでかい犬を飼ってて、うん、あの自分と同じぐらいの身長の犬飼ってますっていう、1個の引き出ししかなかったんだよ加藤サリ。そっからもう加藤サリがもう10年でいろいろやっぱりそうです、ね、あんなに引き出し増やすと思わなかった。引き出し増やすと思わなかった。増やしすぎちゃってるから今、ね、そうそう、毎回その写真が出てくるんだよ。大きなワンちゃんの、あの写真見せてよ、超でかいワンちゃんと一緒に何この犬みたいなのでやってた加藤サリ。いやよく覚えてるなそれ、はい、あったね加藤サリね。インパクト残す方ですよね。いやすごいですよね。今回もちょっとお金をたくさんね使わせすぎて相手方の会社が傾いてしまったという。あでもあの別に違法じゃないんでしょ。別に違法って違法にいたじゃないですか、あの捕まっちゃった人今回。何あの6億円ぐらいずっと着服してた女の人。ああ、すごいよね。着服とは違うから、はい、ね、あれは違うもんね。相手がこうお金をこう、ね、うん、使ってくれたわけだから。めちゃめちゃ馬買ってたんでしょあの人。そうなんだ。馬を何とも買ってた。そうなんだ。でそれバカだからフェイスブックに今日も買いましたって言って写真載せてたの、ね、競走馬、競走馬じゃない、競技の、競馬の、あそうなんだ。あそう、知らなかった。必ず出てくるよね10年に1回ぐらい、経理の人とか。アニータ以来、あチリのね、アニータもいましたけど、アニータはまた旦那のあれじゃないですか、ちょっともう古い名前出すのよ。いやだってずっと常にいるよねっていう話したから。いやいや、まあアニータぐらいから始まってんのかなと思って。アニータはもう相当初期ですよ。その後からまた5年に1回ぐらいいるよ、愛着服する人って。あそう、いるいるいる。まあでもバズるといえば、うん、ネズッチの YouTube で、うん、ネズッチチャンネルってやってて、はい、もう何年も前からやってるんですよあの人、うん、でもう大体平均が350回ぐらいの回数しかなかったんですけど、うん、いやもう昔は一桁とかで始めてたよ。もうみんなが YouTube とか7とか手出す前から毎日 YouTube 更新してて、本当にもう1回の再生数7とかそんなんでやってたんですよ。やってたの人でも毎日毎日続ける、うん、でやってたでしょ。でもすごい量あるじゃん謎かけが。そうそうそう。ですごかったんで昔からクオリティが、うん、で今回そのネズさんがあのサムネイルっていうんですか、あのタイトルみたいのに、うんうんうん、あのナイツの花輪が許せないみたいのを書いたら、うんうん、やっぱり興味本位でそれ見るじゃないですか、はい、なんで怒ってんのかみたいな、うん、そしたらもう素晴らしいと、うん、謎かけが、うん、でまあその内容云々よりも、うん、ネズッチってこんなにトークがうまいのか、また謎かけがこんな素晴らしいのかって言って、あのすっごい話題になって、それがなるほどね、面白いし、うん、うまいし、で、うん、過去のやつ見るとめちゃくちゃすごいし、うん、こんなことやってたんだっつって今ネズッチが、うん、なんつうの、まあバズってんだよね。で24枚さ簡易再生いつか来ると思ってましたけどね。ネズッチの再ブレイクは今こそあると思いますよ。やっぱりこれは再ブレイクだから2010年ですか。2010年、あの整いました。2010年、あ2014年か。そうね、もうちょっと、ね、2014年だ。それぐらいだね。あれからまた6年経ったけど、うん、そっからまた解散とかね、いろんなものを経て、すごい、あもうでもずっとブレてないから、ネズッチやってることは、やってることはね、あずっと同音異義語を探しまくってるわけだから。あの人はもう1日もう24時間、うん、365日同音異義語を探し続けてるんですか、あの人。あのコメント欄
ね、YouTube のものすごい、うん、もう300ぐらいコメント欄書いてあるわけ。で、ねずさんすごい。うん、で俺わかんないよ、ねずっち。ねずっちの気持ちになって俺読んでたから、ねずさんすごいですね。うん、とか、やっぱすごいですね。うん、で多分ねずっちが一番嬉しかったのは、一、うん、人の方が面白いですね、だと思うんです。やめなさいって言うの。やめなさいって言うの。あれ、ねずさんはもう多分酒何杯も飲むんだと。そこにはそんな執着してないから、ね、思います、思います、それは。そういうこと言うから、はい、あなたの花さんも、はい、花は許せないってなるんですよ、それは。そうですか。ね、元は例えば花さんが無茶振りするからでしょ、はい、ねずっちに。いやいや、それはもう話すと長くなりますから。なんでももうその営業でも。それはもう中東情勢と一緒ですから、ね。どういうことですか。イランとイラクと一緒ですから、ね、全然違うよな。イラン、イランがねずっちで、イラクが基礎産中ですから、もうそれやめなさいって言うんだから。話すと長くなる。いや、結局その話してんだけど。韓国と北朝鮮はお盆こもんでしょ。結局その話してんだけど。韓国と北朝鮮はお盆こもんだから。コンビ仲悪い人たちをいじってるだけじゃないですか、それは。センターマイクの方に境界線がありますからね。そこから先は絶対入っちゃダメなんだ。入っちゃいけないですからね。入ったら撃たれるわけですから。ですか、怖いわ。すごいですよ、ねずさんも。そうだね。ピン芸人だと中津川玄君が、はい、R1 グランプリで初めて2回戦まで進出したらしい。初めてだったのかいな。2回戦初めてだったのね。そんなやつ独演会の司会やらせ。毎年出てたんだね、一応これも。結構だから2回戦に行くのって厳しいのかな。いやー、まあそうでしょう。まあ、うん、そっから先ももっとね、狭きもんなんだけど。よくわかんないんだけどさ、うん、別にこんなこと言うと怒られるけどさ、準決勝ぐらいまでは別に面白くないけどね。なんてことを言っちゃう。1回戦、2回戦、3回戦の、ただその日の本当受けだよね。そうだね。あればかりはね。で、やっぱり、厳しい。漫才協会の人は、ま、M1 でも R1 でもなかなかやっぱり、うん、上に行ってない。言ってないんだよね。何なんだろうね。やっぱりもう M1 のこうお客さん、こう研ぎ澄まされた、こう瞬発のこう笑いをもうちゃんとしっかり見てきた人たちだから、お客さんがね。やっぱその中でやっぱり普段20分とか15分でやってる、芸人は厳しいんだね。だからさ、桜をな、やっぱり用意した方がいいと思うね。これマジの話ですよ。R1、マジで ?R1 やっぱり、まあ、3回戦ぐらいまで行けば、こう、なんていうのかな、やっぱりちゃんと見てくれるんだけど、1回戦2回戦ってお客さんも結構少ないでしょ。で俺も出たじゃん、 M1 もゴロゴロ会館とかああいうところでさ、1回戦とか2回戦やると少ないんだよね。だから知名度がある人は笑うんだけど、知名度ない人はまず知らないから笑わないじゃない。だから桜をさ何人か用意しといて入れられるの桜でも、まあ、普通にお金だって払って結構見に来てって友達呼べばいいわ。結構人気なんじゃないの、そのなんかこう。一回戦大丈夫だよ。一回戦大丈夫。原さん R1 出たことあるよね、一回。R1 ある一回だけ。予選はどういう感じだったの、お客さん。R1 の一回戦の予選なんかもひどいもんですよ。もうだから素人ばっかり混ざってるから。記念受験で。ああ、そう。うん。M1 の一回戦よりもやっぱ R1 の一回戦の方が。R1 の一回戦の方が、うん、もう人の生き様がすごく出るし。M1 はね、まだそう、コンビだから。そうそうそう。相方がいるから、うんうん、もう、止める人がいるけども。あれは一人で、自由に出られる大会だから、ね、からとんでもないやつがいるわけでしょ。とんでもないやついっぱい出てくるよ。もう、なんつうの、ネタ飛んじゃるとかも当然ありますし、あとはもう、なんか、ロッテの応援団のね、団長みたいなやつが来て、応援団のやつしか終わってなかったとか。だから漫才協会で昔、ロッキー日田夫っていたでしょ。あ、いたいたいた。解散しちゃったけど、鳩山クロードコンビ組んでた。鳩山クロードと ね。いたいた。ロッキー日田夫は、桜を、奥さんを毎回連れてきた。奥様桜って言うんですか。そうです。漫才協会にね。しおりちゃん。なんか、なぜか手伝いに来てたね、はい、女の子ね。はい。後々結婚した。後々結婚した。ロッキー日田夫。伝説の女の子がいるのよ。漫才協会に芸人目指してきて、キャミソール1枚でお茶配って、お茶飲む。ほんと、下着で。お茶とか出したドキドキしちゃう。困ってた、師匠たちがみんなね。みんなも。目のやり場に困って。困っちゃって。うん、ドキドキしながら。ドキドキしてた。それがロッキー日田夫っていうピン芸人と結婚をして、はい、それで子供ができて、それで子供と、まあロッキーがまだ芸人やってる時に、しおりちゃんと子供を、抱えていつも R1 の1回戦でめちゃくちゃ笑って、そうなんだ、子供としおりちゃんだけがめちゃくちゃ笑わせて1回戦だけは受かってたんだから。じゃあそんなに人数いっぱい桜に必要なわけじゃないよね。まあ3、4人いれば、そこからなんか笑ってれば連鎖していくんだよね。なるほど。ゲラーが1人いないときついんだよ、お笑いってやっぱり。そっか。そう。あれはいいアイデアだなと思いましたけどね。そうなんでしょうかね。ロッキーダオの。まさかこの流れでロッキーダオの。
しおり夫妻の話になるとは思わなかった。出てくると思わなかったですけど、あ、小島よしおのさ単独ライブ、はい、毎年僕見に行ってるじゃないですか、子供向けの。毎年行ってるんだ。毎年行ってんだよ。でうちは5歳と3歳の子をさ去年連れてたんだけどさ、ロリータ族っているじゃん、サンミュージック。サンミュージック、ロリータ族がさ、あの多分結婚して子供なんだけどさ、生後2ヶ月くらいの女の子連れて見に来たんだけどさ、いやお前それ絶対子供見せたいだけだろって分かるわけないじゃん、ね、さすがにちょっとね、小島よしおでも分かんないかもしれない、ね、生後2ヶ月の子連れてきた小島よしおのやつ見に来たけど、いやまさかね、ロッキー飛騨の後ロリータ族の話まで出るわ、ほらかったですね。さあということで、はい、今日はですねメッセージテーマ1位になった話、はい、これは、正月のネタ番組で漫才を見せた回数が、我々ナイツが1位だったという、はい、まあ記事がね、これはねやっぱりそういうそこよりもね、はい、やっぱりこだわって全部ネタを変えてたっていうところを、はい、その変えてたことで何回か滑ったっていうことまでちゃんとこれ評価してほしかったですよね。はい、花さんね、そこまで評価してほしいということでしょ。ここはやっぱり、いや、ま、あの、回数が1位というだけでもね。こだわりなので、我々、ね。ここ毎年ね、こだわってらっしゃいます、ね。こだわり。まあ、みんな基本的には変えてるでしょ、だって。爆笑さんだってなんだってみんな変えてるんじゃないの。爆笑さんもでも、やっぱり何個かあったよ。あ、そう、うん、何個かあった。うちらはもう全部変えたっけ、うん、俺は全部、その、まあ、で、違うもん。もうやってることが違うもん。時事ネタ。とかだから、パッケージも何も違う。パッケージも全然違うから、うん、だからそう、太田さんがもうひどいって言ってた。わけわかんなすぎるって言って。確かにそうだなと思うけど。中にはひどいやつも。結局ないんだよね。うん、どうしようか。何が？パッケージみたいなのがもう。毎回やるパッケージみたいな。ミルクボーイみたいなのが。ミルクボーイみたいなの欲しいな。ミルクボーイがだから、ミルクボーイが年末に出て、今回はちょっと間に合わなかった感はあるけど、うん。俺考えてるよ、ミルクボーイパターン。いや、ミルクボーイパターンやっちゃダメだよ。ミルクボーイパターンはいいよ。ミルクボーイのネタ。ミルクボーイのネタいっぱい考えてる。ミルクボーイのネタは考えなくていいよ。だから。あ、そう。何があるの？例えば。例えば、ちょっとやっていい？ミルクボーイパターン。うちのおかんがね、ある有名人の名前、名前が出てこないって言うんですよ。有名人の名前？ちょっと一緒に考えてくれる？誰？なんか肩をすごい噛む人で、肩を噛む人、肩をすごい噛む、相方が噛むっていう漫才やってる。春風福田でやないか。それは。春風福田やろ、絶対。いや、俺も春風福田だと思ったんだけど。福田やろ、肩噛み漫才の。レギュラーが10本あるって言うんですよ。そしたら春風福田やないやないか。あんた、レギュラーもずっと何十年も1本もないんやから、お前。あと、でも、おかんが言うには、霊能力がすごく見える。それは春風福田やないか、そしたらお前。あの人、漫才協会で一番霊感が強い言われてるんやから、お前。春風福田に間違いない、それは、そしたら。バイトを一切してないって言うんですよ。春風福田やないやないかい。難しいわ。知らないやつでやるっていう。お客さん全然わかんないから。お客さん全然わかんない、それは。わかんないかな、これ。わかんないよ。わかんないな。こういうのじゃなかったっけ、わかんないじゃないですか。マイクタイソンまんまやっちゃダメですよ。マイクタイソン耳でしたと思いながら。肩噛むね。マイクタイソン。マイクタイソンでも。マイクタイソンちょっとできそうだね。マイクタイソンはできますよね。エピソードが何個かあればありそうですね。昔ゲームなさとかね。ね。おはようございます。ナイツの土屋です。ナイツの花輪です。ね、約9年前ですかね、芸能界引退した島田紳助さんがね、みそのさんの YouTube に登場して話題になりましたけどね。そうですね。まあ、若い子はもう知らない人もいるかもしれませんけどね、紳助さんといえば、もう名刺会社でございましてね。すごいですよ。もう数多くの人気番組の MC を務めてましたからね。はい。クイズヘクサゴンですよね。あと、1分間の不快な話ですよね。あと、オールスター反射祭ですか？いや、立て続けに間違えたな。いや、ヘキサゴンね。うん、誰かヘこいたのか。あと、深い話だ。真逆だよ。うん、あと、感謝祭ね。うん、反射祭のオールスター怖すぎんだろ。うん、すごいボケ数ですね、いきなり、ね。そうなんですよ。実はですね、新しいノートパソコンにしてから、ボケのペースが格段に上がったんですよ。すごいんですよ、ナイキのノートパソコン。ナイキのノートパソコン、うん、そんなん出してたの？ナイキ？そう。だから、賞レースで上位に残るような芸人はね、ほとんどこれをね、使ってて、
これ不公平じゃないかって意見もあって、そのパソコンでネタ書くの禁止されそうなんですよ。ナイキの厚底シューズみたいになってる。いや、使いやすいんですよ。あの、ナイキのね、厚底のノートパソコンが。厚底ってどういうことだよ、ノートパソコン。使いやすいんだよ、これが。使いづらいだろ、厚底は。よくわかんないけど。厚底シューズは問題になってますけどね、今、陸上で。陸上長距離界をね、席巻しているナイキの厚底シューズ、ウェイバーフライが禁止になる可能性が高いみたいなんですけどね。ウェイバーフライ、履いたことあります？いや、僕はさすがにないですよ。そうですか、うん。選手からするとかなり走りやすいみたいですけどね。だから前にも競泳でスピード車のレーザーレーサーっていう水着が同じような問題になったじゃないですか。ありました。北京オリンピックの時ね。あれを着た人が軒並み記録伸びたんですよね。レーザーレーサー。来たことあります？ってないよな。水泳選手じゃないんだから、うん。あの水着ってめちゃくちゃ締め付けが強くて水の抵抗を減らしてるんですよ。うん、だから北島康介選手も脱いだ瞬間、超気持ちいいって言ってましたから、ね。その時じゃねえよな。きつい水着脱いだ解放感から出た言葉じゃないからね。金メダル取ったからね。全裸で言ったみたいになんだろうがよな。いや、レーザーレーサーね、その後禁止になりましたもんね。1988年のソウルオリンピックの時にも、うん、ベン・ジョンソンが禁止薬物を使って世界新記録出しましたけど、うんまああれ取り消しになりましたからね。だからあれ以来禁止薬物の使用も禁止されましたから。どういうことだよな、はい、禁止薬物は最初から禁止されてる禁止薬物つってんだから。あれ禁止薬物使ったことありますか？あるわけねえだろうな。シューズとか水着の感覚で聞いてくんだそんなもん。で今週はね政治関連のニュースもいろいろとありました、うん、小泉進次郎環境大臣がね育児休暇を取得することになりましてね、うん、まあこれに批判の声があるんですよね、はい、いや僕個人としてはもう大賛成ですよ、うん、だって環境ね家庭環境も大事にしてほしいですからね。環境大臣だけにね。なるほど。あります。うん、あとあれですかね、うん。火つけてこいって昔あの言った炎上した兵庫県の明石市の市長がまたやっちゃったじゃないですか。新年会で市議に議員辞めたまえっていう不適切発言してしまったそうですよ。スキー初心者みたいなもんですね。暴言ばっかりって。あ、うまい、うまい。暴言と暴言、ね。はい。今日はな、うまいこともバンバン出てくるんですね。ありがとうございます。あ、それもやっぱりそのノートパソコンのおかげ？いや、これはあの、禁止薬物のおかげです。絶対やめとけ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイド、ラジオ東京。ナイツの、チャキチャキ大放送。1月18日土曜日朝9時になりました。おはようございます。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905AM954 の TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後1時までの4時間生放送、 TBS ラジオクリーンサタデー。この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される三重県四日市市の霊弁ソーラー三重四日市発電所で作られた電気でお届けしています、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。今週は、はい、みそのさんの YouTube、 あれね、山田慎太郎、お店かなんかですかね、なんかおそらくって言ってましたね。カウンターみたいなところだったよね、見ましたけどね。大阪なんでしょあれは。大阪のね、に来てるから、じゃあ飲みに行こうかみたいな感じで、もうそれノリで ね、YouTube 撮影した。山田慎太郎さんのなんか。あの人天然で面白いですね。だから新助さんがもう新太郎だけはもうしょうがないんやって。だから昔新助さんが横で喋ってたら横で携帯いじったりしてた。もう新太郎はしょうがないんや。絶対怖いけどな。俺一回林家ライス師匠にめちゃくちゃ切られたことあったから、ね、横で携帯いじっててね。やっぱ違うな新助さんとライス師匠。いやそこじゃないんじゃない。そこじゃないんじゃない。わかんないけども。だから新助さんのさんだからかもしれないし、あの YouTube もね、ただ流してるだけじゃない。今 YouTuber とかさ、みんなあの文字とかすっごい出たりさ、いろいろ編集したりするじゃない。テロップ出ますね。ああいうのなくてもさ、面白かったら500万再生いくんだなと思ったけどね。まあそうでしょう。やっぱり、まあ、今回はもう特別だけどね、しんすけさんが9年ぶりって言ったら見るでしょ、はい、見るよね。あれにやっぱり文字とか入れたらもうすごいんじゃないの。もうあれをまたさらに文字入れると再生数伸びるの？文字入れると伸びるらしいよ。そうなんだ。そうそうそう。俺消しゴムサッカーのやつ文字入れてるけどね。全然伸びない。だから伸びてるんじゃん。あれ入れてなかったら2とかだよ。あ、伸びてるんだ。伸びてるでしょ。今400。俺も一応この前また見たけど、もう全然意味わかんないね。そうですか。あれついてきてないよ。文字が多すぎるね、あれ。原さん見てるんだ。たまに見てるけど、文字が多すぎる。文字が多すぎるだね、うん。ちょっと、そう、それは、俺もわかる。もっと。もうなんか、チカチカしてくんだよ、あれ。見てて。もし欲しい。プレイを見せたい。プレイを見せたい。
プレイを見せたい。プレイを見せたいんだけれども、うん、その文字で盛り上げたいっていうのもちょっとあるんだよね。そうだね、なんかやっぱり1000ぐらいからなんか伸び悩んでる感じはするね。そうなんだよね。でも中にはいるのよ、あれを見て。この間オールスター戦とかをやったから、ね、はい、あのファン投票ね、やった選手たちのファン投票つって呼びかけたら、意外とみんな、はい、いや俺はあのスーパーグレートゴールキーパーアストロモンスに1票ですとか、ウォーズマンにもちろんウォーズマンでしょうとか、バッジョーの復活に期待ですとか、ファンがついてんの、選手に。どんな不細工なご当地アイドルにもファンっているから。すごい言い方。同じだよ、その。言い方多い。地方のご当地アイドルに、どんな、いいよ。ファンいるんだから。いや、いいよ。そう、ご当地アイドルぐらいのファンがいたら、もうそれだけでも、だってもう元々、本当に一人でやってたことなんだから。何票ぐらい、自分対自分でやってたこと。投票があったんですか、ファン投票。1位が30何票。おだから、それで22人決まったでしょ、だから全部で、何百票来ましたよ、本当に。すごいでしょ、それは。そうだね。でもなんか、思うんだけどさ、ああいう、まあその消しゴムサッカーもそうだし、新助さんの動画もそうだけど、やっぱり、なんつうその、スターウォーズとかさ、見に行っちゃうとさ、もうわけわかんないじゃん、CG すごすぎてさ。CG？ うん。だから、ああいうのと同じ、でもさ、感動する度合いってあんまり変わんないってなると不思議だよね。あんなにすごいさ、金かけてセットをかけてさ、やる、もうあの、1年かけて撮影してる YouTube と、この何にも、あの、スターウォーズとさ、こう何もしない YouTube とかさ、見てもさ、同じぐらいの感動っていうのがすごい不思議だなって思う。いやー、感動一緒かな。だって子供からしたらさ、もうすごい、すっごい、テレビがさ、テレビ自体がものすごいわけじゃんか。言ったら NHK のね、教育テレビなんか毎日さ、YouTube の倍ぐらいのすごいことやってんのに、それよりもなんか、近所のさ、わかんないおじさんが、あげたさ、やつとか見て笑ってるわけだから。それも何なんだろうな。単純に再生数が何百万だから、じゃあ視聴率に換算するとっていうのとはまたちょっと違うと思うよね。ちょっと押しちゃっただけでも再生だし。いやいや、見てるから実際それを笑って。で、テレビよりもこっちの方が面白いって言ってるから、なんでこっちが面白いと思うんだろうなっていつも思うんだよな。このテレビの方が、だからここのちっちゃいところで見たら面白いだけなのかな。だってドラえもんがさ、テレビでやってんのとさ、ちっちゃいさ、タブレットで見れるドラえもんがさ、どっちが面白いって言ったら、こっちの方が面白いって嘘つけて、テレビの方が面白いやつと。そうだね。同じ大きさ。ここで見ることに何か、自分で押すことが、やっぱり、そうだね。自分で選んでるっていう。押すっていう。でもリモコンだって自分で選んでるわけ。選択肢の数が違うんじゃない？それ。だからね。何なんだろうね。個人用っていう感じなんかいいんですかね。やっぱり自分だけしか見てないっていうのがやっぱいいのかもしれない。好きなのかな、ね、お子さんがそれ選ぶんですね。ちょっと今ショックでした、私も。ああ、もうテレビ選ばれないんだ、と。花さんのお子さんがそっちの方が面白いテレビはだって、総裁一課長しか子供見ないんで、うちの子供は。歪んでるよ。歪んでるって子供で、総裁一課長。だから、毎日テレ朝の、2時台ぐらいに、まともに育たないって。内藤さんが出てるドラマ、科捜研なり、再放送されてると、俺がずっと出ると思って見てるからね。かわいい。内藤さんとセットだって、ね。全部総裁近くだと思う。意識でしょ？おかしいのよ。普通は俺を見たら花セットだって思うんだけど、俺じゃないんでしょ？内藤さんの方が、もう、花さんに連結してる人だって思う。上司だと思ってる。パパの、俺よりも。パパのなんか上司の人だって。おかしいんだよ、それは。ね。はい、まあ、ラジオ、あれですね、あのスウェットの話もね、出ましたけど、そうですね、アメトーク、土屋さんがあのプレゼン大会でね、はい、5時スウェット、まあ、僕はだからグッズ売れ残り芸人っていうのをプレゼンして、うん、今まで失敗したグッズっていうのを紹介したんですよね、で、まあ、そのチャキチャキの、ナイツのスペル間違いの、はい、スウェット。あれ5000円。だから、蛍原さんがさ、結構、チャキチャキ聞いてくれてる感じでしたよね。そうそうそう。チャキチャキ、これチャキチャキなのって言ったら、俺欲しいって言ってくれたから、チャキチャキのことは知ってくれてるんですよね。あれなのかな、今、暇だからさ、蛍原さんもさ。暇じゃねえよ。暇じゃない方なんだよ。蛍原さん忙しくなったんだよ、むしろ。あ、そうか、忙しい方か、蛍原さんもね。それは、それはこっちでいじることじゃないだろ、もう。本人もその開示でいろいろ大変なんだけど、ね、でも僕だけの話ちょっと聞いていいですか、やっぱりお一方いらっしゃらないっていうのは現場に影響あるんですか、空気。あ、アメトークはもう、はい、もう
ないって言ったら、まあ、それはそれなんかあれがあるんだけど、やっぱりだからそれをもう感じさせないと欲しいですけどね。そうそうそう、まあ、周りの人たちとか蛍原さんがうまく頑張ってるから、だから不思議とやっぱり芸人ってもうみんなでそうなった時にその補うようにできてるんじゃないですか、ね、すごいなと思った。だってその、はい、そもそもだって宮迫さんが出られなくなった時の、うん、あの宮迫さんがいるのにいないように編集した、うん、あれがまずすごいじゃん。そうですね、アメトークで宮迫さんの部分カットするのができたらもう大体のことできるだろうって思ったぐらいだったからね、そっからもう今もうずっと続いてるんだからすごいですよ。そうなんだよね、うん、だからそう なっても意外にすごい人がいるっていうのはあるから、はい、逆に僕らがなんか起きた時にすぐまたそうやって代わりの人も出てくるんだろうなと思う時もありますよね。いや絶対そうよ、本当代わりの人いっぱいいるってこと。そうそうそう、本当にやっぱり解散とかね、うん、そういう時も意外にあのさらっとしてるからね、うん、芸人って。そうそうそう、さらっとしてるというと、うん、漫才協会であのボッケモンっていうね、うん、まあ、多分皆さん知らないと思うんですけどコンビが、うん、まあ、若手でね解散したんですよ、はい、まあ今日あの明後日か、うん、19日が最後ですよね、明日でもう、うん、最後の舞台で、うん、もう一人が結婚してね、うん、あのちょっと青森に奥さんと、奥さんの実家の農家を継ぐみたいな感じで、お笑いやめますみたいなね、僕も知らなかったんですよ、うん、で結構ボッケモンって漫才新人大賞っていう大会で漫才協会の中のコンクールで2位とかになったことがあったから割と期待してたから、あボッケモンやめちゃうんだと思ってて、で昨日理事会があってあのこうやって紙がこうやって今日のあれあったりみたいな、でバーって進んでて、そのボッケモン解散と書いてあって、ボッケモンがね、解散することになりました、じゃあ次の番組これで終わりかと思いましたね。だから意外にそういうもんなんですよね、引っかかる人がいないかったね。もう本当に毎回じゃん、まあいるんだよね、そうやっていっぱいいるからね。2ヶ月に1回理事会やってるけど、その解散の報告必ず一組はあるよね、解散とかもあるし、そうそうそう、もう本当だ大変だなと思う、あんだけいると漫才協会だ、これ難しいのがね、やっぱりこうそこで中途半端に引き止めるとね、うん、やっぱまたなんか本人もね、いやそうですよ、迷っちゃうからね、決断してるんだから、決断してるからね、うん、だから昨日僕はあの会った時に報告受けたから、うん、どうするのと、うん、言ったらね、仕事決まってんのって聞いたら、うん、いやただ青森に行くだけなんで、の農家って聞いてたやつ、農家をやるかどうか分かんないんですよね、えそうなのって、何やってる農家なのって聞いたら、いや分かんないです、青森だからリンゴとかじゃないですかとかって言ってるの、いやリンゴとかってそれまだ知らないのレベルなの、そうなので、だ結構東北地方とか仕事ないよって、32歳でしょっつって、うん、もう一回本気になって漫才やってみたらって言ったら、うん、ああどうしようかって、いやどうしようかじゃねえよと思ってやめろよ、まあ、早く誰も今までそれを考えなかったのかよ、一回それ誰かに聞いた上で決断した方がいいよ、十分熟考した上で決めた農家行きじゃないのだ、だからそれは俺はちょっと不安だったね、心配だね。相方の野村君っていう子も、野村君どうすんのって言ったら、いやピンになります、いやピンになりますじゃなくてさ、今後どうしていくのって聞いたら、いや分かんないですね、まあ適当に相方とか、うん、いや適当に相方って結構相方大事だからちゃんと決めた方がいいんじゃない、うん、どうしようか、ツイッターとかで募集しようかなと思ってって感じなのよ、今の子だってすごいよね、いや本当だね、今の子といってもでも30代、あもう今の子じゃないな、まあまあまあ、あいつらもう32度からだ、第7世代には入れないぐらいの感じよ、ちょっともう第7世代じゃないよ、20代だからね、第7世代大体、うん、あちょっとね、そっか、しっかり頑張ってもらいたいなと思いますけどね、そうだね、そういうでもそういう過去のでピンになったからっつって、うん、わかんないからね、 YouTube で跳ねるかもしれないし、うん、そ, そうなんだよね、だ野村君に何がねやりたいことあんのって聞いたの俺は、うん、はい、ただあのまあツッコミずっとやってたんだけど、うん、ボケがやりたいっていう、そうすごいざっくりじゃない、ここは、ね、無計画すぎるし、無計画でピン芸人になって俺ボケやりたいって言ってるのも大丈夫かね今からピン芸人ですってやつが何やりたいって、ボケやりたいです、ボケがやりたかったですって言ってたけど、ね、入れ替えてやったらいいじゃんね、そうだね、ツッコミを探すのかな、そしたらね、ちょっとなんか寂しいですけどね、ポケモンがね解散しましたという報告でした、明日が最後舞台ということ、明日はもう東洋館は、はい、もう溢れんばかりの人になるんじゃないですか、明日どうでしょう、そんなわけねえだろうとも言いづらいです、ポケモン、ね、うん
つっていねえよ誰もとも言いづらいですそれは、はい、ね、うん、まあもういると思いますし、うん、はい、ねえよいねえって分かってて言ってんだよ、はい、ちゃんと突っ込め、じゃあもう自分で言ってくださいそれはいい人ぶってやってくださいそれはいい人ぶりますそこは、ね、おはようございますナイツの土屋です。おはようございますナイツの花輪です。フジテレビのアナウンサーの三田パンがね結婚しました。はい、お相手が一般の ね男性だそうですけどもね、うん、珍しくないですか。え、だって女子アナといえばですよ、うん、このスポーツ選手か、うん、小畑のお兄さんとしか結婚しないイメージあるじゃないですか。そんなことはないよね。ねまあ、小畑のお兄さんは山崎アナだけだしね。女子アナといえば小畑のお兄さん。その二択もおかしいでしょ、だって。でも本当にね、三田パンに幸せになってほしいんですけどもね。ありがとうございます。夫婦って難しいなと思いますよね。うん、周りからは幸せそうに見えててもね、うん、知らないうちに大変なことになってる夫婦ってたくさんいますからね。あの、自民党の河合夫婦もそうじゃないですか。意味が違うでしょ、そこはちょっと。あそこは大変なの、夫婦関係の問題とは違うからね。うん、今それで言ったら、まあ、なん東出さん、杏さん夫婦じゃないですか。あの俳優の東出さん不倫をしてね別居していることが明らかになりましたよ。そうですよね、不倫してた相手が共演していた若手女優のね唐田エリカさんだそうなんですよね、うん、気持ちはわかりますよ。え、僕は気持ちはわかります。ドラマの現場でね、うん、一緒にいる時間も長いし、もう役の関係とかで感情とかも入っちゃうからね。あと現場以外のプライベートでも会いたくなってしまうもんですから。そういうもんなんですね。ドラマの現場で。僕だってあの、警視庁捜査一課長で共演したね、近藤義正さんのワークショップにプライベートで参加したことありますし。うん、今回のケースは違うんじゃないそれは。相手おじさんだし、勉強しに行っただけでしょ、ワークショップ通ったっていうのは、うん、そのなんか別に、不倫みたいに言わないで。まあ不倫といえば年末に離婚した木下ゆきなさんの不倫疑惑がネット上で大きな話題になってますよ、うん、疑惑の発端がね去年ユッキーナがインスタグラムに投稿した文章の最初の文字を縦読みすると、うん、たかし愛してるずっとってね読めることが発覚したらしいですよこれ。まあ藤本さんの名前はたかしじゃないですからね、不倫相手へのメッセージなんじゃないかとこれはまあ噂されて誰のことだってこうねネット上で相手探しが始まりましたよね。僕の口からはもうたかしっていうね、うーん、まあ、相棒はね、誰か言えませんけども、言いたいことも言えないこんな世の中ですから。ごめんなさい。反町隆史さん匂わせてますそれ。ポイズン。ポイズンつっちゃったもんな。意味わかんない。いや、隆史って反町隆史さんじゃないですか。ああ、違うんですか。いや、違いますよ。反町の隆史じゃないんですか。うん。あ、そっちじゃないんだ。違うでしょう。まあ、隆史と俺言えないけどね、一度ぐらいユッキーナみたいなエンジェルとトレンディーな恋愛したいんじゃないですか。トレンディーエンジェルの隆史のこと言ってます。ペペペじゃね。それ斎藤さんの方だから。いや、だからトレンディーエンジェルの隆史じゃないよな。細川ですか？わかるでしょうね。誰ですか？え？細川隆史ですか？細川隆史さんでもないよ。サッカー日本代表乾選手って言われてるの。あ、ね、そうなんですか。まあまあ本人は雑誌の取材に対してね、仲の良い友達の一人って答えてたんでね、真相はわからないですけど。いや、でもそんなことより今日のね、漫才の台本の一番左の漢字を、こう、縦読みにしてみたんですかね、これね。待ってください。縦読みしてみたんですか、これ。まさかなんか文章になってるんですか？土花は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 。いや、毎週一緒だよな。俺らの名前じゃねえか。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイド、ラジオ東京。ナイツのチャキチャキ大放送。1月25日土曜日朝9時になりました。おはようございます、ナイツの土屋信之です。おはようございます、ナイツの花信之です。おはようございます、 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905AM954 の TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後1時までの4時間生放送、はい、TBS ラジオクリーンサタデー。この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される岩手県盛岡市の姫神ウィンドパークで作られた電気でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。まあまた K の法則っていうことですか。あ、唐田さんの K ね、これは本当 K の法則がもう止まりません。止まらないですよね。エリカの法則と K の法則のダブル法則。エリカの法則はね、唐田エリカさん、エリカさんのエリカとね、スタジリさんから始まって、その二人だけでしょ。エリカとも次はまた誰かね、エリカさん、あと今の芸能界のエリカさんな、
出てくるんじゃないですか、ね、戸田エリカ、戸田エリカね、いやそんなもん、そんなとばっちりないよ本当に勝手にこんなんで初めてそうですね、とばっちりもいいところですね、失礼しました、羽田エリカし、畑エリカ、畑エリカとかさ、ね、あのアジャポングさんのね本名シシドエリカでしょ、そうですね、出てくるかもしれませんけどね、エリカの法則はちょっとな狭すぎるな、 K の法則ですけどね、 K の法則ね、 K の法則ですよね、うん、そうですよ、怖いですよ、それなら結婚しなくていいってね、ヤジも飛んでましたから、うん、サインに対してねあれは違うですね、あれ違うんですか、あれは違うよ、国会からミオさんね、あの人、あの夫婦に対してのヤジじゃないんですか、あれは違いますよ、あの人は、ドラマ出てますからね、岩瀬さんも、うん、唐田恵梨香さんも、うん、ドラマ出てたのカットされたらしいよ、昨日、ああそうみたいですね、出演し同業種で念仏を唱えてください、うんうん、ね、大変だよね、他にもいろいろ出てるらしいからね、これから大変かもしれないですよ、ね、それは、うん、まあ、ホンダも大変ですね、フリードもね、んホンダのフリードでしょ、あれ東出さんは、ああ CM ですね、この前徳井さんですからね、あれそうか、そうですよ、へえ、ホンダのフリードも大変ですよ、あれも徳井さんやってる、マネージャーが乗ってる車ですけどね、加山さんが使いやすいね、ファミリーカーだよね、ですよ、後ろ広くていいよね、あれね、ホンダのフリードは素晴らしい車だと思いますいよいよでもドラマいっぱい見てますけど、はい、あもう1月のドラマね始まりましたけど、ちょっとやっぱりあの筋肉マンのね、うん、中井先生とかも、うん、漫画家さんってよくこのラジオ聞いてくださってるじゃないですか、 あのやっぱり脚本家の方とかもこのラジオ聞いてくださってるんだなと思いましたね、えいよいよあのいや僕が大好きな北の国からの脚本家の倉本壮さんが、うん、これいよいよこのラジオ聞いてるんだなっていうことが分かりましたね、倉本さん今やってるのって、まだ安らぎの時、安らぎの毎日テレビ朝日でやってますけど、うん、あれの今週木曜日だったかな、うん、浅岡瑠璃子さんとあの加賀真理子さんが、うん、あの2人でねちょっとあのちょっと僕らの漫才みたいのをえちょっとやられたんですよね、ちょっと信じられなかったですね、本当ですか、はい、何あのミッキー・カーチスさんがミッキー・カーチスさんがね、うん、あのもう病気で、うん、自分でもう俺は亡くなるって分かってて、うん、で俺の葬式で歌う曲を、うん、全部リストで書いてきたから、うんうん、あのこれをねあの葬式で誰かがね歌ってくれよみたいなことを 、うんうんうん、言うわけですよ、でその後ミッキー・カーチスさんがいなくなって、うん、次の場面になった時に浅岡瑠璃子さんがその紙見ながら、うん、何これみたいな、うん、この曲みたいな、うん、ほんで帰ってこいよ、帰らないよとか、うん、すげえ突っ込むぞその歌詞にそのうちらのヤホー漫才じゃなくて、はい、あの歌に突っ込むネタです、花田さんが変なツッコミ入れるネタ、はい、あれをめちゃくちゃやるんですよ悲しい酒、悲しい酒、嬉しい酒の方がいいよそんな感じなの、そうそう本当にそんな感じなので、それを一人で浅岡瑠璃子さんがずっと初め言うんだけど、うん、その横にいる加賀真理子さんがだんだん掛け合いみたいになってきて、うんうん、例えばあの中渕剛さんの乾杯、うん、葬式の時は献杯だよとか面白いな、それ面白いのよ、面白いな、これはもう見たいな、絶妙なんですよ、ね、浅岡瑠璃子さん加賀真理子さん、浅岡瑠璃子さん加賀真理子さんですごいコンビだもんね、それね、ちょっとこれはうーんって感じでしたけどね、まあ、嬉しいですけどね、うん、やっぱりまあパクられたなって感じ、パクられたじゃないよしましたけどね、パクられたってことはないだろうけど、倉本壮さんにまあ K ですからね、倉本壮さんそこも一緒にしないでください、スキャンダルみたいな感じになっちゃう、やだ、加賀真理子の K とね、加賀真理子の K とじゃないよ大変なことですか、これは大変ですよそれちょっと見たいですね、面白かったなあれ、やっぱりそうですか、安らぎの時ですか、安らぎの時はもういろんな番組始まったけど、ドラマちぎりに面白いですね、あそうなんだ、だって葛城夫人っていうね、うん、夫人がいるんですよ、まあ、ちょっとその、地方症というかね、うん、認知症のね症状が出てきてるんでね、うん、万引きの癖が あって、うん、それで安らぎの時のねあのロビーに置いてある超でっかい壺があるわけですよ、でこれをなんとか盗みたいと自分の部屋に持ち帰りたいと、はい、でその側近のね、うん、あの言うわけ、うん、玉子さんっていう人がね、で玉子さんは全部そのいや無理だからねやめましょうよそれはもうね、うん、ってなだすんだけど、うん、あのこの前の安らぎの時でいよいよキャーっていう悲鳴が起きて、うん、どうしたって言ったら、うん、葛城夫人があの壺の下で一人で壺も持ってこいんだけど潰されちゃって助けて
なのか。いや、わかんない。うつらぎの時。結構そういう、なんていうかコメディっぽい。コメディっぽい。描写もあるんですね。でもやっぱりその、なかなか女性の人とかが認知症になる人が多いからっていうところ でちょっと時事というかそういうのもこう社会風刺もしながらやっていくんだよね。それで俺はミルクボーイ検査高くしたわけだから。お母さんの認知症の漫才でしょあれは。そういう違うわ。思い出せない。そう思って見てたのかな。俺だけはそう思って。もちろんそれでみんな それでの高得点は嬉しくない。コーフレークなんかどうだっていいんだよ。お母さんの時事ネタやってんな。嫌でしょそれ。ああ時事切ってんなと思ってて。嫌でしょそういうので。あげたわけだから。の漫才。そうやって見てたら。そこがポイントが全然違うんですよ僕は。本当だとしたらね。審査のポイントが全然違いますから。本当にお母さんが言ってた全部あれが本当にお母さん言ってたことだったらマジの認知症だよ、ね。だってさ思い出せないだったらまだわかる。名前が思い出せないだったらわかるけど。言ってることがお父さんは虚言癖だからね。そうだね。うん。おとんが言うにはサバの塩焼き定食がいいっていう。絶対違うわでね最後終わるけどね。危ないからそれは。ミルクボーイの漫才もどこまでもなんかやっぱり話せるよね。俺はこの前だからミルクボーイの漫才を、うん、YouTube に上がってるんですよ、うん、でナイツの作業用 BGM ってね、あるね、勝手に上げてんじゃねえよと思ったっけ今まで、うん、編集してね1時間半ぐらいさ、うん、それをもろ聞いてました。ミルクボーイ作業用 VTR あの漫才思いっきり聞いてる1時間半聞いてました。あいよね勝手にそうさ YouTube はさまだいいよ、はい、そのネタをね、まあ、そのまま見る人は、まあ、僕らがやってるネタをそのまま見てくれるからいいけど、うんうん、その記事で、うん、記事はやだね。記事でさ、記事はやだね。違うのね。なんかまあその、まあ普通ラジオとかをね聞いててこういうにいましたっていうの、ね、まあまああるけれども、そのこないださ、台本だもんなそれただの。そう。新潮、はいはい、デジタルかなんか、まあ、記事で、ナイツと爆笑問題のなんか、時事ネタみたいな。あれ見てたら、もう漫才そのまま書いてあるんだよ、あれ聞いてんのかな事務所は。わかんない。あれどうなのあれ。わかんないね。あれはそうだよね。だから、結構今、問題になってるのが、なんか一回事務所からね、メール来たね。なんかね、誰かがね、漫才書き起こしっていうホームページをやってて、で、それが、知ってますって言われたわけ。それで、それが結構問題になってて、ダメですよって、それは。で、それを誰か知り合いだったら、いいですけど、知り合いじゃないですよねって言われて、知り合いじゃない。じゃあ、ちょっと、それは削除するようにやってみます。だけど、俺結構あれを見て、思い出してたから。自分のネタ帳代わりして。それで困るんネタ帳代わりにしないでそんなことしてたんですね。俺もよくね、久々のネタやるときは YouTube で見るけど。どんなボケだったかなって。ただ、まあ、それはそうだよね。ちょっと、あんまり載せない方が。まあ、書くっていうのは、どういう、感覚なのかなって思うけどね、あれはね。うん。未だかつてあんまないだろうね。そこまではね。ね。2、3行とかあったらいいけどね。結構、声だったもんね。そうって平気なんだね、とか。そうなんだよね。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいしね。なんかこう、言い回しとかさ、ちょっと変えてんのよ。なんか俺が、普段のこう、やるツッコミより。ちょっと、分かりやすくしてくれてんだけど。それもなんかちょっとさ、デジタルのおかげで。そう、デジタルのおかげでさ、やっぱちょっと。訂正が入ってるんですね。赤ペンが入ってるみたいな。俺のボソボソっとしたこう、ツッコミのそのままだと、やっぱちょっと乗せられないと思ったのかな。なんかちょっとそういう感じに変えてるからね。逆にこれラジオで言うとまたね、喜ぶよ、あの人たちって。喜ぶんだよ。俺この前わけわかんなかったのが、全く覚えてないんだけど、マセキライブ、事務所のライブ終わった後に、なんかお客さんね、若い女の子で、あっこにお任せのね、スタッフなんですって言うわけですよ。ああ、そうですか、ありがとうございます、来てくれて、つって。で、ここま、昔ラジオで、なんかあっこにお任せの、ことをいじってくれたじゃないですか、って言うわけですよ。いじったかなと思って、ありがとうございますって言ってた。何のことかわかんないんだけど。そうそう。なんか宮迫さんの記者会見の時に、アッコにお任せの。ああ、変な質問した。変な質問したじゃない。今の気持ちは色何色ですかって。あれ結構叩かれたじゃん。で、多分あのことを俺、なんて言ったのかわかんないんだけど。ラジオで言ったの。ラジオで多分あれダメだよ。オープニング漫才で言ったの。あれさすがにないよね、なのか。まあ、てか漫才だったのかな。かもしれない。だからもう、ありがとうございますみたいな。めっちゃ嬉しかったですみたいな。なんでだよと思って。
もう嬉しいのかな、おかしくなってんな、おかしくなってる、一回我々の服で全員頭おかしくなってます、時事ネタ界隈がおかしくなって、ちょっとおかしくなってます ね、 ね、一回まあね整理しましょう、それは整理しなきゃいけませんね、皆さんね、ということでね、土曜ワイドデミューさんもね酔っ払ってますしね、ちょっと酔っ払ってるんですか、危ない、シーンって言ったら酔っ払ってるみたいになりますよ、ね、危ないですよ本当、今日は今日の放送はちょっとだけ昨日あの付き合いがあったあ、そうなんだ、すみません、ちょっと前飲んでたね、ちょっと前飲んでたんですね、そうなんですよ、抜けてますよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい。